阪海電車の山本でございます。日頃は当阪海電車をご利用いただきまして誠にありがとうございます。そして今日はこうしてちょっと天気が悪い中を、このセレモニーに、出席いただきましてありがとうございます。また、今日は来賓の堺市長をはじめ、来賓の皆様お忙しい中ご出席いただきまして本当にありがとうございます。そしてこのセレモニー開催にあたりまして、何かとご協力いただきました地元の皆様にも厚く御礼申し上げます。さて、我が社阪海電車は今般、関西阪海電車初めて、関西で初めての LRV 低床式車両がいよいよ営業運転を開始いたします。これに、ここに至りますまで、高石さんをはじめまた高石市民および、当社をご支援いただく皆様に、その寄付も含めて、多大なご支援をいただき、今回、LRV の営業運転に至ったということで誠に感謝いたしております。この LRV ですが、ご承知のように、当社初めての低床式ということで、車椅子の方、それから、お年寄りの方をはじめ、乗り降りに段差のない、乗り降りのスムーズな新型電車でございます。そういったことで、この LRV 導入を機会に、より多くの方にご利用いただき、そして、阪海電車を、より、親しんでいただければ幸いかというふうに思います。そしてまた今回は今は現在1編成、3両1編成でございますが、また来年、の春には2編成目をできるということで現在、準備にかかっております。そういったことで、どんどん、皆様のご支援をいただきながら、より便利に、進めていきたいというふうに考えております。そして来年、春先にはこの浜寺から天王寺まで直通で運転できるということで、今現在、軌道の整備を進めております。そういったこともございまして、ますますたくさんのご利用いただけるものというふうに、期待して、またそうなるように、社員一同頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。そういったことで、今日は本日の私のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。